はい、ドラゴン細いです。さて、今日もよろしくお願いします。ではですね、今回はなんと大手の美容部門の元看護部長さんがちょっとね、チャンネルに暴露しに来ていただきました。Sさんです。よろしくお願いします。いやー、またね、我々に強い味方がね、あるわけですけれども、軽くキャリアだったりとか、自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、私は3年間、総合病院で看護師をした後、大手の美容外科の小規模の頃からずっと立ち上げに携わっていて、今、都内全体でね、部員がされているような大手のところで面倒見ていたんですけれども、これやばいぞって思ったのをきっかけに、大きなオペをしている美容外科ですね、そちらに移転をして、そちらにまたキャリアを磨いて、今はちょっとそこから離れてしまったんですけど、そういった経歴になります。なるほど。何年ぐらいですか、大体もう美容看護師歴でいうと。美容歴は10年ですね。なるほど。もうベテランですね。まあ言うなれば僕の医者歴よりもちょっと長いぐらいなので、そうですね。だからもう美容業界の新進気鋭というか拡大傾向のある美容外科にいらっしゃったってことで、スタートからまあこの規模になるまでっていうところを全部見てきたと思うんですけれども、まあいろいろね、僕らはね知ってるわけですけどもね、患者さんには知られない不都合な事実がいろいろあるわけでございましてね、そういった部分を今回は赤裸々に聞いていこうと思います。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、S さんなんですけども、実はまあ Twitter のね、とあるアカウントをやっていて、そこでは結構ね、美容外科の裏事情がかなり載ってるんですけども、まあいろいろね、もう本当に多分数え切れないほどの不都合な事実がたくさんあったと思うんですけども、まず自分の中である美容外科で働いてきて、基本的になんでこうなってしまうんでしょうかねっていうのって自分の中でありますか。先生によっては売り上げのことしか考えられないっていうところが一番なのかなと思うんですけど、組織の中にいると洗脳されるじゃないですけど、みんながやっぱり一つの目標に向かっていくって悪いことではないと思うんですよね。その目標がやっぱり設定する方が間違ってしまうと、そういう売り上げだけだったり悪い病気かと言われるようなところになってしまうのかなっていうふうに思います。実際やっぱり働いていて、その上からの意向ってかなり強いと思うんですけど、そういったものによって、まあ、自分の良心が左右されてしまうというか、まあ、よくよく今から考えていればあれってちょっとおかしいよねっていうことをみんな集団心理でやってしまうことがあり得るってことなんですか。そうですね、その集団心理っていうところにも関わってくると思うんですけど、ナースだったりカウンセラーだったり給料のところを見ていただくポイントなのかなと思うんですけど、圧倒的におかしいお給料形態のところってあるんですよね。普通の美容外科のナースのように何十万という額が飛び跳ねて大きいところっていうのは、やっぱり売り上げ主義なのかなっていう見分けのポイントなのかなと思います。なるほど。まあみんな人間ですから、同じ時間で、ね、仕事をしたらたくさんねお給料もらえたら嬉しいって思うのは当然ですから、そこの気持ちに言うならばつけ込んでて、そういう気持ちをうまく利用して正しいこと悪いことっていう見境を、まあ、ぼやかして見せるっていうことができるってことなんですかね。人間誰しも生まれて嬉しいですからね。そうですよね。くれますね。はい、よろしいところ。そうですよね。で、まあ、僕ら医者なんで雇われる側だとすると、例えば売上月5000万上げたら、まあ大体総額が 10% ぐらい、累進課税みたいに上がっていくところもあるんですけど、例えば 10% すると500万もらえるわけですよね。逆に3000万だったら300万しかもらえないし、1000万だったら100万しかもらえないと。それはね、10% とはいえかなり高給取りになりますから、それは頑張ろうとね。もちろん医者だって思うわけ。でちなみに所属してたところはどういうシステムだったんですか。それ院の全体の売り上げが例えばいくらだと何ポイントでいくらつくとか、それとも個人売り上げみたいなのが反映されるようなシステムだったんですか。最初にいたところは全体でやっぱり売り上げの目標っていうのがあって、そこに達成したパーセンテージずつみんなに配分されていくっていうようなクリニックだったんですけど、次に入ったところはその人が取った施術だったらそのままインセンティブとして入るような形でした。なるほど。地位が高いので結構基本給が高いと思うんですが基本給、まあ、プラスそのインセンティブのような、ね、もので、大体こうマックスでいいんですけども、どれぐらいまでもらったことあるんですか。立ち上げて店舗をいろいろ回させていただいて、そのありがとう金給料があった時は15万ぐらい総支給で言いました。なるほど。まあ普通に
ダンスさんやってたらまあ60人っていうのはありえないですね。相当でも休みなしで、もう夜勤とかをバイトを入れない限りはなかなか到達しないと思うんですけど、きっとそのお金の中には結構大きいんだと思うんですけど、まあ、言ってダメなことに黙っといてねっていうのはかなり入ってると思いますね。なるほど、まあね、まあ、それだけもらったら優しくなれる気持ちはありますよね。月収30万とかだったらもう全部チクってなるんですよね。なるほどね。お金を使いながら人をコントロールするっていうそういうマインドっていうのがもう染み付いちゃってるわけですね。そうですね。なるほど。実際お金について今回フォーカスしていくんですけども、ドクターたちたくさんの方がね勤務されてたと思うんですけども、はい、実際そのお金に関してやっぱドクターっていろんなタイプの人がいるんですか、それともやっぱりみんな稼ごうって思うように動くんですか。基本的にはそのトップの先生が稼ごうっていうポテンシャルの高い先生を、まあ、ある大手さんから引っこ抜いてくるような大手さん、そこがやっぱり重要視されて先生やりしてるんだろうなっていうところだったので、みんな稼ぎたいっていう形でしたね。なるほど。つまり実力とかではなくてハングリー精神みたいなところで採用が決まるみたいな。なるほど。所属してた美容外科も、まあ、他のとこからね、まあ、要は分裂したというかね、一部から派生した美容外科だから、そこからたくさん引き抜いてくると思うんですけども、その中でもやっぱ売り上げを上げられるドクターをやっぱ積極的に引き抜くと。そうですね。ご自分が勤められている時に、まあ、雇われるドクターたちと一緒に働くこともあったと思うんですけど、みんなやっぱり売り上げの意識ってかなりしてるんですか、それともそんなことないんですか。かなり高いと思いますね。患者さんがいらっしゃらない時でもすでに SNS はチェックしてましたし、うん、駅前に立って人を呼び込みに行けたらないですけど、ちょっと制服が見えるだけでも通る人があそこに行列があるんだって見えるだろうということで、その時結構制服でちらほら歩いて行ったりしてたので。なるほど。はい、結構地方院もあるっておっしゃってたから、やっぱ地方とかだとね美容外科馴染みないから、あ、そうやって制服の人が歩いてるだけで、ああなんかああいうところに国に行かれるんだっていう風な戦略ってことなんですか。そうですかね、ちょっと理解しがたいなんだんですけど、なるほど。じゃあかなりやっぱりその院長クラスの先生たちはその院の売り上げをちゃんと上げるっていうっていうのモチベーションと目標を持って仕事してたって感じなんですかね。マーケティング詐欺じゃないですけど、自分がこんだけ稼げるみたいな見せ方をさせて、その物の衣装を着てみたりとか、バッグを持ったりとかして、他はやっぱり美容外科の先生とかも命美容外科をやるだったらもらいたいっていう方いるじゃないですか、うんうん、そういう人はやっぱり気をつけてマーケティングとかでやり取りをしてっていうことも実際にあるみたいなので、いや、そうですよね。結構そのドクターがねわざと SNS で、まあ、ヴィトンのねカバン持ってるとか、なんか高級店行ってるとか、まあ、あとは何ですか、旅行でねすごいセレブリティに泊まってるとか、そういうのわざと上げるんですけど、あれ実はね人材に対するね効果が結構大きくて、やっぱり同業者が結構見てると勤務でね日々疲弊しているドクターたちからすると、うわ美容の世界ってこんなね7時に帰れてね、アフターセブンも結構充実してて、旅行も行けて、でかつブランドも変えてみたいな、もう目に良くなるんですよね。そういうから美容に行きたいって思ってリクルートをするっていう、実はねこう裏のね役割があるんですけども、そうやって入ってくるドクターもいたってことですかね。そうですね、いましたね。そうですよね、まあ、特に研修野外とかでね、まあ、とりあえず研修はあんまお金もらえなくてね、とりあえず早くお金持ちになりたい、好きなもの買いたいと思ってる人はもうすぐにねやっぱ美容業界入りたがっちゃいますけどもね、金銭欲にね、まあ、行動支配されてるようなもんですよね。じゃあやっぱりトップとしてはお金を使ってその組織をうまく言い悪いに関わらずトルクをかけるのは結構うまいっていうことなんですかね。そうですね、今は引用でそうやって入ってくる先生たちも具体的な数字ってなんか分からないと思うんですよ、はい、それをふわっと何十万あげるからって言われて身を光らせて入ってきてしまうっていうのが現実なんですかね。嬉しげで4000万で単位からね引っ張ってきたんですけど、けど結局なんか使えないと思ったのか知らないですけど、翌月に半分にされたっていうのがあって、結構そういうなんかあるんですか、あの入り口詐欺みたいなのあるんですか。ありますね。それで実際にちょっと心を病んでしまって美容外科ドクターを続けられなくなっちゃった先生とかも見てきたのでやっぱり売り上げに伴いますよね、もらえるお金って。
ていうのは。なるほど。だから最初の4000万っていう提示は、まあこいつこれぐらいは上げるだろうという、まあある程度の目論見の上での提示であって、実際そこまで全然稼げなかったら、まあそれは後から改定される可能性があるってことですね。最悪っすね。マジやべえって感じですよね。なるほど、わかりました。ではですね、まあやっぱりそのね、組織が結構お金の力によって、まあ、うまくね、患者さんにとってはちょっと不利益な方向に動いてる部分があるかもっていう話をしたんですけども、実際じゃあそれでね、みんなが、まあ、稼いで患者さんがね、みんなハッピーになってれば、これ以上のことはないですよね。そうですね。会社側である患者さんがもうみんな笑顔であれば何にも問題はないと思うんですけども、どうなんですか実際。そうですね、